あかんやっけ。ムムシって。お前ふざけんなぞ。にんなにです。マジで今日はね、さすがに尖ったナイフなんですよ。ジャックナイフ、千原ジュニアですよ。千原ジュニア。へえ思て、へえ思て、がくぜんとして。面白くない。いや違う違う、千原ジュニアさんは面白いですよ。千原ジュニアさんは面白いけど、千原ジュニアさんの真似をする私が面白くないってだけで、はい。なのでもうなんかいろいろ言わんでほしいんです。いろいろなんか揚げ足取りせんでほしいんです。皆さんにはなんかこの角度重長じゃん。私は今日こんなに面白くないのも、被害妄想レベルが2億なのも、これもね、全部ね、それもこれも全部、それもこれも明けに生理前、それが理由。つかやば、間違えた。絶対足りんやん。足りるわけがないです。ちょっと後で追加ラーメン食べます。生理が今にも始まりそう。2秒後に始まっても納得の情緒不安定っぷりね。だけどそんな情緒不安定だろうがなんだろうがね、平日っていうのは当たり前のようにやってくるわけですよね。だから自分の機嫌は自分で取ります。食べます。寿司は銀の皿で頼んだ。あ、いい匂い。うーん、 Thank you。 機嫌悪いのかな私。こいつマジ何やってんの。いい感じにしてほしいわ。で、醤油の皿は絶対に出しません。私はね、いちいち小皿とか持ってませんから。一人暮らしあるある、ここに皿に醤油出しがち。これでね、やっぱり結婚する人とか将来同棲する人はこうやってプラスチックの蓋に醤油つける人は嫌だな。僕だったら小皿に取る女の人と付き合いたいとかコメントしてくるバカはな。ほんとなんか場合によってひねり潰すからね。こっち喧嘩するから。年末ライジン見てるし、はい、兄と父が見るっつうからチャンネルの主導権握られてるから、こっちはライジン見てんだよ。あと時々那須川天心さんに顔似てますねってくるし、だから喧嘩多分強いよ。いただきまーす。うんうん、ガチでね、この生理前の情緒不安定さを抱えながらも他人にそんな顔色を一切見せずに普通に接することができてる自分ってマジ天才じゃないかなと思うんですよ。自分だけじゃないよ、みんなもね。女の子みんなで生理前ってやばいのにさ、みんなさ、あたかもさ、生理前じゃないっすよ、何言ってんですかみたいな、そんな顔してさ、みんなさ生きてるじゃん。すごくない？偉いよな俺ら。つかね、もう女の子に関わらずですよね。なんか全人類、男の子も女の子も男性も女性も皆さんですよ。普通に生きてるやつやばくないですか？性別に関わらずさ、むちゃくちゃイラつく日ってあるでしょ、誰でも。なんか無性にめちゃくちゃイラつく日。けどさ、その時にさ、よっぽど短気な人間じゃない限りさ、どんだけこっちがイライラしとっても、その電車内とかでマナー終わっとるやつとかが近くにおってもさ、肩パンとかせんで我慢するやん、うちらは。したいけどね。電車マナー終わっとるやつ見たら私マジ肩パンしたいもんね。けどやっぱできんけんが我慢するもん。できるっすさ、我慢が。当たり前だけど。私の場合ね、生理前が一番きついんですよ、本当に。体もきついんだけど、それより精神的にきついんですよ、生理前は。なんかね、私は生理前になると段階ってのがあるのさ。段階を踏んで生理に近づいていくんですよ。最初にまず私、性欲が無になるっすね。ちょっと前の動画でも出したと思うんですよ。歌のお兄さんにも性欲あると思ったらうんざりしてきたっていう超理不尽な動画をあげたでしょ。あげたんだよ。ちょっと怒られたんだけど何人かに。生理前じゃなかったら、全然情緒が安定してる時だったら、は？歌のお兄さんにも性欲あるってそれ本当の話ですか？ちょっと待ってくださいよ、ご褒美じゃないですか。一旦募金していいですか、恵まれない子供たちとかに、とか思う。献血とかしますから。本当、歌のお兄さんに性欲があることが本当に素晴らしいなって、ありがてえなってことだと思って献血するんだから、私は。嘘だけどね、献血は嘘。けどこんな私がよ、生理前になったらもう何やってんだよみんな、裸になってわちゃわちゃとくだらんことをして、何もしよるか、なんかぶら下げて、ぶら下げてってあんまよくないですね。ちょっと君たち裸に何してるんだ、
君です。一列に並べよう。その状態で一列に並べるか、裸でみたいな、なんかそういう考えになっちゃって、でなんかつかそもそもなんかおっぱいが2つ飛び出たのもなんでやとか思うしでその段階が過ぎれば次は些細なことで落ち込むようになるんですよ。で寝ても寝ても眠かったりとか、めちゃくちゃ食べるし、で私の場合熱が出るんです。ここが厄介。7度3分ぐらいだけど熱が出る。生理前になるとね。けどそれよりもね、やっぱり精神がきついんですよ。からもう熱とかどうでもいいぐらい精神的にきつくなる。必要以上に人の気持ちに敏感になるんですよ。もともと敏感な方なんだけど、なんかその日にならんぐらい生理前になるとね、人の顔色を伺ってしまう。このゾーンに入った時の私はもうミスチルを聞くことにしてるんですよ。おとなしくミスチル聞きますね。あ、ゾーン入ったな、いつものゾーンだ、よしミスチルだと思ってミスチルのくるみって曲を聞くんです。何ヶ月か前なんだけど、ファミレスで一人で編集しとったさ、夜にね。それでずっと編集してたもんだからちょっと疲れたけんが、もう休憩しようと思って、でその時もう絶賛生理前だったんですよ。で休憩しようと思ってくるみ聞いて泣きました。ちょうど周りに大学生とかいたんですよ。サークルでしょうね。なんかサークル内で誰と誰がやってこうなってこうなって浮気して、誰が浮気してこうなって別れ話がどうのみたいな話をめっちゃしてて、けどもうね、生理前ってなると聞く気にもなれん。てかそもそもそんな他人の噂話を、声のボリュームバグり散らかした状態で話しなさんなよ、あんたたち都合好きなのかとか思ってね、思いながらはこっちは泣いてるわけですよ。くるみを聞いてどういう状況、その他人の噂話と悪口を盛り上がりやがってお前らと思ってさ、まあ、別にいいけどね、私も全然悪口を盛り上がることあるし、うん、けどちょっとうるさいと思った。聴力検査行ってこい、うん、ヘッドホンしてピーって聞こえたらピーってボタン押すやつさろやと思って、ね、気がつくやろ、うん、こっちはもう辛くて辛くて ミスチルに頼りたいしさと思って、ドリンクバーの薄いコーラ飲みながら涙をね2粒入れ出しましたね。ごちそうさま、一緒に食べちゃった。希望の犯した決失望はフェ、それでも明日に胸は震え、どんなことが起こるんだろう、想像してみるだよみたいな。神曲でしょ、このワンフレーズ。私この歌詞が好きなんですよ。希望の数だけ失望は増える。そうですよね、そうですよね。じゃあ頑張ります。大変だろ。やっぱね、登録者が増えれば増えるだけいろんな声をいただけるようになるわけですよ。いい声も悪い声もね。けどなんか私はそれでなんかね、嫌な思いさせてないかな、みんなに。とかね、生理前になるとね、生理前になるとちょっと考え込んじゃうみたいなね、ことはやっぱりありますよ。いやけどもうね、本当に人に嫌われないって無理ゲーですよね。無理ゲー。絶対誰かに嫌われる。全員に受け入れられる発言とかできん。だから嫌われる勇気持ちますわ。ってことでちょっと最近腹立ったこと言いますか。なんかな、最近腹立ったこと。人とあんま関わらんけ、そんなイラつくことないですよ。あ、この前ですね、腹立つというより、腹立ったよ。腹立ったけど、なんかそれよりもなんか、お前何言ってやみたいな。なんかそういうコメントが来て。なんか、今回のみんなにはいつもと違うな。ムラムラしてるでしょ。生理が終わるのかなみたいなコメントが来てて。イラつくよりも最初に、もう呆れた笑いが来るんですよ。乾いても。みたいな。何倍何やったこいつみたいな。あと生理終わってねえし、生理前だ。もう何なんだよ。つかな、こっちがムラムラしててもな、そのムラムラしてますっていう動画出さねえだろ。気合い入れて動画撮ってんだよ。だからその時にはスケベな発言することもあるでしょ。それでなんかスケベだな、ムラムラしてんのかな、生理終わってる、何言ってんだてめえっていう、お前ほんと喧嘩するかっていう、なんかそういう話になってきますから。思い出してムカついてきたな。いや、皆さんも毎日生きてて偉いです。本当に本当になんか給付金欲しいもんね。頑張って生きとるけん、今をこのコロナ禍頑張って生きとるけん、給付金くれ。チャンネル登録お願いします。何でもするからインスタはしたから。
くる。